皆さんこんにちは、のばなです。あと2週間ほどでハロウィンですね。ハロウィン当日はかなりの子どもたちがお菓子をもらいに来るというので、お菓子を選びに来ました。個人的には自分が食べない砂糖の塊を子どもたちにあげるのは心痛いので、リンゴやみかんなどを渡したいところですが、もしリンゴやみかんを渡したら子どもたちはどんな反応をするのでしょうか。砂糖と添加物の塊を食べることに何の抵抗もない今の世の中で、甘いものを避けて生きることがどれだけ難しいかを痛感します。とは言っても、せっかくアメリカにいることですし、子どもたちにはハロウィンを思いっきり楽しんでほしいと思います。娘はドラキュラになりたいらしいので、ドラキュラの衣装を購入しました。最近息子のお友達のお母さんと話したのですが、ハロウィンは私は好きじゃない、クリスマスが一番好きと言っていました。アメリカ人でもハロウィン嫌いな人がいるんだなぁとびっくりしました。ドイツではハロウィンはそこまで盛り上がりませんでしたが、アメリカはかなり盛り上がるということで楽しみではあります。ご近所さんのハロウィンの飾り付けも本当にすごくて、いやいや、ハロウィンのために一体いくらかけてんのって不思議に思うくらいです。皆さんもハロウィンの飾り付け楽しんでいますか？私はドイツに戻っても使うであろう最低限のものだけ買って楽しんでいます。期間限定のものをあんまり増やしたくないんですよね。できるだけシンプルにお気に入りのものにだけ囲まれる暮らしをしたいと思っています。ある日きんたろうはくまにまたがつまたがってまたがってご飯乗せました。ちょっとあそこに、こうやってこうやってしたのりチョコの出来上がりたくん、のりチョコどうですか？ドイツに暮らしていてもアメリカに暮らしていても、主婦がやることはあんまり変わりませんよね。食器洗いに掃除洗濯、アメリカに来て増えたことといえば英語のオンラインレッスンでしょうか。さて、今日もまたニューヨークにあるライスファクトリーさんからお米が届きました。今回はかなり重いです。今回注文したお米はこちら、赤もち米、黒もち米、そしてもち麦です。それからお味噌、秩父漬きのお米約 4.5 キロ、そして白米が約 6.8 キロ、北海道産の米粉も注文しました。皆さん、アメリカの食事情はなんとなく想像できるかと思うのですが、気を引き締めておかないとあっという間に体重が増えて、将来の病気につながる食生活になってしまうと思います。息子や娘に、周りの子供たちはお昼何食べてるのと聞くと、チップスとかピザ、時々ドーナツの子もいるよと教えてくれます。もちろん全員がそうではないと認識しています。ただ公園に遊びに行ってもチップスの袋を抱えた保護者の方たちも見かけますし、チップスの出番多すぎやしませんかと個人的には思うわけです。
私は妊娠糖尿病にかかっていたので、糖尿病についていろいろと勉強しましたが、日本もアメリカも糖尿病世界ランキング10位以内に入ってるんですよね。皆さんも血糖値スパイクには十分に気をつけてください。私も血糖値が緩やかに上がって下がるようにと意識して食事をしています。糖質が悪だとしてお米を避ける生活をしていたのですが、実は甘いものと植物性の油、グルテン、乳製品が最も避けるべきものだと学び、2ヶ月前からお米中心の生活をスタートしています。あと咀嚼がとても大事なんだと知り、咀嚼回数を増やしながら食事を楽しんでいます。子どもの頃、よく噛んで食べやと言われていたのには意味があったんだなと思います。昔の人は今よりももっと不便な時代だったのに、本当に知恵があって、きっと精神的にも今の人より強かったんだろうなと思います。ストレスの多い社会の中で自分軸をしっかり持って生きていくためにも、健康的な体は不可欠ですよね。体が健康でないと心も健康になれないですし、できるだけ自炊して誘惑に負けないようにしていきたいと思います。とは言っても3年間限定のアメリカ暮らしです。たまにはアメリカらしいステーキやハンバーガーも食べたいですし、家族でレストランで楽しむ思い出も必要だと思うので、外食もたまには楽しもうと思っています。先日初めて Uber Eats で注文してみました。皆さん、アウトバックステーキハウスはご存知ですか？調べていくと日本にも店舗があるみたいですね。そこでスペアリブを注文して夫に受け取りに行ってもらい、お家で食べたのですが、子供たちが騒いでも自宅なので問題ないですし、楽しく美味しくいただくことができました。そしてレストランで食べると 20% のチップを払うことになるので、時々お持ち帰りもありだなぁなんて思いました。合計金額が1万円だと2000円がチップですからね。結構な金額ですよね。来年か再来年の夏にまた日本に帰国したいですし、お金を使う優先順位をしっかりとつけて、ちゃんと節約していきたいと思っています。しっかりと節約できたら日本に行きますので、その時はまたオフ会を開催予定です。いつも応援してくださっている皆さんとお会いできる日を楽しみに、これからも YouTube 頑張りたいと思います。前回の日本でのオフ会参加メンバーとの同窓会も開催したいと思っていますので、過去に参加された方もぜひまたお会いしてお話できたらとても嬉しいです。めっちゃ準備する気満々やな。うん。あとちょっとビーチ行くもんね。何を出すつもりだよ。チャンネル登録してください。ママの手作りカレーです。ママの手作りカレーです。ドキドキします。どんな味かな、どんな味かな、味は何点もくれる。100点中何？100点まで100点があるね。10点をします。
OK, じゃあ、こちらの。どこかき氷を作る。私は混ぜてしました。いちごトースト。いちごトースト。いちごと、ブロンベアと。ブラックベリーかな？ブラックベリーと、いちごに。ラズベリー？今日リンゴでしょ？リンゴ。ラズベリー入れへんかったんじゃん。とリンゴ。リンゴ入れたっけ？覚えてないの。全部混ぜて作ったアイスで美味しい。よかったね。僕はイチゴだけ。イチゴアイス。手作りアイスです。結構早く固まったな。うん。早かった。1時間半ぐらいか。みんな真似していいよ。水といろんなフルーツを入れて、1時間ぐらい冷凍庫に入れる、うん、それで出来上がり、うん、砂糖ゼロゼロな、no、でも美味しいよ、うん、ねえ、混ぜてもいいよ、すごいすごい、バイバイ。ちょっと待って、インコフルーツ入れていいか混ぜていいよ、こうしたかね、じゃあバイバイ。ドイツからアメリカへ引っ越してきて、とにかく毎日太陽の光を浴びれることに幸せを感じています。太陽の光ってすごいパワーがありますよね。ドイツ暮らしもアメリカ暮らしもどっちも良いところもあれば悪いところもありますが、どこに住んでも小さい幸せは探せばいっぱいあるので、楽しいことにフォーカスをしながらここでの暮らしを楽しみたいと思います。来週末にまたインスタでライブをする予定なので、もしよかったら皆さんインスタでお話ししましょう。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。